皆さんこんにちは、ケンです。本日は福井県の小浜駅から福井県敦賀駅まで自走で走っていきたいと思います。小浜から敦賀のコースはですね、若狭湾サイクリングルートっていうものがありまして、海沿いをひたすら走って途中三方五湖を寄るルートなんですけども、こちらがおすすめなので紹介したいと思います。過去には県マミで走っている動画もたくさんありますので、またそちらも見てください。で、最近の作った動画でいくと小浜から高浜町までの PV もありますので、よかったらそちらもご覧になってください。では早速走っていきたいと思います。Can hear you sleep.
ということで敦賀駅到着しました。小浜駅から敦賀駅まで約70キロとなっております。若狭湾サイクリングルートを私なりにちょっと簡単にアレンジしたものなんですけど、走りやすいコースを選定しました。よかったら、こちらの地図参考にして走ってみてください。敦賀駅は2024年の北陸新幹線開通に伴って、今私が撮影している、商業施設だったりとか新しい観光スポットが多くあります。ということで本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。